では僕たちの班では、ノリノリという名前の、システムを作りました、これから発表を始めていきます。よろしくお願いします。では、発表ですが、このような流れで、行っていきます。私たちが、制作した、システムは、ノリノリという名前で、これはブラウザを抜きにして、ウェブ上で抜走ができるシステムです。システムの概要なのですが、音を出す機能としては、シンセサイザーと、サンプラーがあります。シンセサイザーはパラメータを設定して、そのパラメータに合わせて音を合成して演奏することができます。またサンプラーではもともと音が録音されている音声ファイルの音をいくつか用意してあって、それを再生することができます。では実際に合奏をします。では、ここから、機能とそれに対応する画面の、説明をしていきます。これが、ノリノリの、画面です。まず、この一番上の部分に、今接続している、他のユーザーや自分のユーザーの情報が出ます。で、左側の、この、バーの部分なんですが、ここに、今、自分のところで鳴っている音の波形が出ます。で、ここが、全体の音量を決めるマスターボリュームで、その下が、シンセサイザーの、音をロードできるプリセットの、選択画面です。で、その下が、MIDI の、入力の、選択です。このボタンが、サンプラーと、シンセサイザーを切り替えるためのボタンです。スペースキーでも、切り替えることができます。で、ここがシンセサイザーの画面で、この黒い部分を使って、シンセサイザーのパラメータを設定します。で、キーボードが下にあってクリックするか、もしくはここに表示されているアルファベットのキーボードのキーを押すと音が鳴ります。サンプラーの画面はこの16個の四角がボタンになっていて、このボタンをクリックするか、このボタンのここの番号の横にあるこのキーボードに対応したキーを押して押すと、サンプラーのそれぞれボタンに設定された音が流れるようになっています。はい、ではここからこのシステムの詳細な解説をしていきます。まず動作環境ですが、オペラと、クロムとオペラの最新版が動く環境であれば、OS は何でも構いません。また、サーバーに接続してリアルタイムに演奏の情報をやり取りするので、ある程度高速な回線が必要になります。使っている API や技術ですが、ブラウザで音声の処理や合成をするのには Web Audio API を、 MIDI のプロトコルの信号を処理するのに Web MIDI API を、またブラウザとサーバー間のデータのやり取りに WebSocket と Socket 対応を使っています。で、プログラムの全体的な構成なんですが、シンセサイザーとサンプラーで処理系統が分かれていて、まず、パソコンのキーボードからの入力を扱う PC キーボードというクラスが、この四角は JavaScript のクラスと対応していますクラスがあって、また、MIDI キーボード、他の MIDI 入力でもいいですが、その入力を扱う MIDI キーボードというクラスがあります。で、シンセサイザーに関する部分がこの左側の部分で、PC キーボードと MIDI キーボードの入力がローカルシンスというクラスにわたって、自分の手元で流す音がこのローカルシンスから合成されて流れます。で、自分が出した音に関する情報はシンサイオクライアントというクラスに向かって投げられて、シンサイオクライアントがサーバーとデータをやり取りします。他の人の演奏した情報もこのシンサイオクライアントが受け取って、受け取った他の人の演奏の情報はこのリモートシンスという他の人のシンセサイザーに当たるクラスで演奏されます。サンプラーに関してなんですが、入力が PC キーボード、MIDI キーボードから渡ってくるのはシンセサイザーと同じです。で、手元の音はローカルサンプラーで流れて、自分が演奏したサンプラーの情報はサンプラーやクライアントで渡って、その情報がまたサーバーとソケットでやり取りされます。で、ここからシンセサイザーとサンプラーのそれぞれの詳細について説明します。シンセサイザーは FM 音源のアルゴリズムを用いて音を合成するようにしています。仕様は実際に存在する FM 音源のチップを参考にして決めました。サンプラーですが、サンプラーはサーバーから音声ファイルを配信します。で、配信した音声ファイルの音がそれぞれのボタンに割り当てられていて、入力に合わせて配信された音声ファイルの音を再生します。で、実際にこのシステムで、どんな楽しみを与えられるかということなんですが、実際に自分たちで、使ってみて、合奏が、楽しいということが、まず
一番の感想でした。また、シンセサイザーは確かに音を作るには知識が必要なんですが、まあ、分からなくてもプリセットにもともとある音を選んで演奏することができますし、また分かる人は自分で音を作ることもできます。また、MIDI に対応しているので、まあ、実際に楽器を接続して演奏できるのも非常に良いと考えています。で、まあ、今後の展望を考えると、まだ機能不足な部分もあり、例えば、今は、ノリノリの、ページにアクセスした人が、アクセスした全員が、同じ曲を、まあ、1曲演奏するような感じになってしまっているんですが、そうすると、まあ複数人でアクセスして、グループで別々の曲を演奏したいよとかいうことが今できないので、そういったルーム機能や、また演奏する機能はあるんですが、言葉とかでやり取りする機能がなくて、まあ、チャット機能などもあるといいなと思いました。また、そういってみんなで合奏しているときに、テンポがずれてしまうことがあって、メトロノームなどもあるといいなというふうに思いました。こういうのを、まとめると、まあ、お絵描きチャットのようなイメージで、なんか合奏チャットのような、まあ、ウェブアプリに最終的に目指すとなっていくのかなというふうに思っています。ではまとめです。僕たちはウェブ上で複数人で合奏をできるシステムを作りました。シンセサイザーとサインプラを実装して MIDI による入力に対応させました。で、まあ、回線速度によるんですが、まあ、先ほど実演した通り、まあ、実際に合奏できるものを作りました。以上で発表を終わります。ありがとうございました。では、これから我々のチームが開発したボイス AR の発表を行います。COJT ソフトウェアコース春学課題では、ウェブブラウザ上で動作するアプリケーションの開発を行いました。そこで我々チーム微糖では AR と音声認識を用いた会話視覚化アプリケーションの開発を行ったので、その成果についての発表を行います。最初に開発の経緯についてです。私たちのグループではプロジェクトを始めるにあたり、AR、拡張現実を使ったものを作成したいという意見や、会話の視覚化ができたら面白いといった意見が出ました。そこで AR と音声認識を用いた会話を視覚化できるアプリケーション、ボイス AR の開発を行いました。ボイス AR では、聴覚障害者の方に利用していただくことによって、聴覚障害者に対する情報保障が可能になることから、聴覚障害者支援、またコミュニケーション支援につながると考えています。ボイス AR では音声認識を行った結果と AR の認識を行った結果をそれぞれサーバー上で処理を行います。それらの処理結果を組み合わせることにより、発話内容の可視化を実現することができます。動作の流れとして、まず発言者のスマートフォンでから声を取得します。その後音声認識結果をサーバーに転送し、対話者のスマートフォンでは AR マーカーの認識を行い、マーカーの持つ ID ごとに吹き出して発話内容を表示するという流れになっています。図式化したものがこのようになっています。発言者の、処理の流れです。まずスマートフォンで、マイクで声を取得、そして認識し、その認識結果をサーバーに転送します。対話者側の動作としては、サーバーから、このようにデータを取得し、この対応する AR に対してこのように、こんにちはと言ったように吹き出しで表示されるようになっています。使用ライブラリについてです。音声認識では Web スピーチ API を用いて開発を行いました。AR 認識には JSR 語を用いました。 Web スピーチ API は音声認識とテキストスピーチが可能な API となっています。この特徴として、認識精度が作れている、また無料で利用可能である、また JavaScript で実装可能であるという特徴が挙げられ、そのため Web スピーチ API を本プロジェクトに使用しました。 JSR 語は AR マーカーの認識が可能なライブラリとなっています。これは OpenCV ベースの画像処理である、また1024パターンのマーカー認識が可能であるという点が挙げられ、またそれに加え、先ほどと同様に無料で利用可能である、JavaScript で実装可能であるという点から、本プロジェクトで JSR 語を採用しました。また、ボイス AR ではスマートフォンヘッドマウントディスプレイを導入し、よりユーザーに楽しく利用していただけるように工夫を行いました。スマートフォン HMD では1眼モードと2眼モードを作成しました。1眼モードでは1つの映像を出力します。2眼モードでは左目用と右目用の映像をそれぞれ出力します。動画による動作デモをお見せします。この動作デモ動画は1眼モードで撮影したものです。実際に話している内容と吹き出しから出ている内容とを比較しながらお楽しみください。こんにちは。こんにちは。僕たちのチーム名ってどうやって決まったんでしたっけ？確かその時飲んでたコーヒーから決まりました。コーヒー微糖から取ったということですか？そうですね、コーヒー微糖からですね。なるほど。この VR ヘッドセットは どこで買われたんですか？
これは自分で段ボールを切って作りました。自作ですか？あ、そうですね、自作です。なるほど。こう両手が空くことによってジェスチャーも交えたコミュニケーションが取れるということで。はい、このバンドとかも全部100均で買ってきて作りました。コミュニケーション取れますね。まず認識が成功した例から示します。 AR の認識はこのような形で行われており、ここでは100番、見えにくいですが100番、そしてこっちは300番というしっかり認識が行われています。このように対応する漫画から吹き出しが出ていることがわかります。続いて認識が失敗した例を示します。画面右の人物が、コーヒー微糖と言っているにもかかわらずコーヒー1と表示されてしまっています。これはまあ辞書の問題、まあ、認識の問題と言えると思います。2眼モードでは、このような形で表示されます。ここに注目していただければわかるのですが、左画面と右画面で若干見にくいんです。この人の頭の出方を見てもらってわかるんですが、若干出力されている画像、映像が違うということがわかります。このように左画面と右画面で少し映像のトリミング範囲を分けることによりより没入感を生み出すことが可能になっています。続いてプロジェクトのビジネス展開について発表を行います。ボイス AR を用いることで字幕放送を行っていない番組でも放送内容を字幕化することが可能になります。これが実用化されれば字幕放送を行う必要はなくなるため、字幕放送にかかるコストを削減することが可能になります。またこれまで聴覚障害者を持つ方とのコミュニケーションを取るには手話や筆談等を行う必要がありました。しかし聴覚障害を持たない人から聴覚障害を持つ人への情報の伝達にボイス AR を用いることでコミュニケーションが容易になるという点が考えられます。続いて翻訳技術の活用によるビジネス展開について述べていきます。ボイス AR ではスマートフォンで音声を認識した結果をサーバーに転送するといった形をとっています。その際にスマートフォンのウェブブラウザ上でもしくはサーバー上で翻訳作業を行うことにより異なる言語間におけるコミュニケーションが容易になります。最後にまとめと課題です。まとめとして本開発プロジェクトではボイス AR という音声認識と AR を組み合わせたアプリケーションの開発を行いました。実際に開発時点で想定していた動作を実装することができました。今後の展望としては認識精度の向上を図るために音声認識を行う際のノイズ除去が必要になってくると考えられます。音声認識の精度が向上できればより実用性があるアプリケーションになり、開発当初の目的であった聴覚障害者に対する情報保障といった目的を達成できるのではないかと考えられます。また翻訳機能を実装することにより異なる言語間でのコミュニケーションが可能になると考えられます。これで発表終わります。それでは、チーム名 SPG が、私たちが開発したサバトゥーンについて説明を行いたいと思います。お願いします。まずはじめに目的なんですけど、外で遊べる対戦ゲーム、この現実世界を使って、楽しめるゲームを作ろうっていうのが、一番の目的です。で、対戦ゲーム代表格としてスプラトゥーンっていうのがあると思うんですけど、売りとして、一緒にみんなで対戦できるっていうのと、エキサイティングに、銃でバンバンバンっていうのをやるので、エキサイティングなゲームができるというのが売りです。で、もう一つ今流行り のこれがあると思うんですけど、ポケモン GO、みんなも外で遊んでると思うんですけど、ポケモン GO の何が売りっていうと、トレーナー気分を体験できるっていうのと、あと一緒に運動もできる。で、この2つのメリットをがっちり合わせたのがこのつくばトゥーンに、ざくっと説明すると、位置情報を利用した陣取りゲーム、こういうふうにどんだけ色を塗るかっていう陣取りゲームになります。で、最大20人まで一緒にプレイできるので、10人10人で、対戦ができます。それでは、デモです。
技術的な内容です。まず右側をご覧ください。サーバーはこのように Node.js と Xspace、それから Heroku を用いてゲームを提供しています。クライアント側は JavaScript や Google Maps API などを用いてゲームを動かしています。クライアントサーバー間の通信はソケット IO を用いています。ではまずゲームの流れを先ほど動画で見ていただいたんですが、一つ一つ紹介していきます。まずプレイヤーにはウェブ上からつくば2にアクセスしてもらって、そうするとこのようなタイトル画面が出てきます。これ名前を入力してもらって、それからお好きな武器を7種類の中から選んでもらいます。でこれでジョインをしてもらうと、サーバー側にユーザーの情報が作成されてロビー画面に行きます。ルームが作成されてから1分間の間受付を待って、その間に他のプレイヤーも同じ部屋に参加することができます。この際サーバー側では、自動的に空いているルームを選んで、そこにプレイヤーを参加させます。またチームの振り分けなどもサーバー側が自動で行います。でこれが実際あのプレイ画面です。クライアント側では、まずあの基本的にはさっきのように走りながら、画面をタップしてどんどん色を塗っていってもらいます。死んでしまうと、色が塗れなくなるので、これはあらかじめサーバーで決められたリスポーン地点ですね、復活地点に戻っていただくと、こう HP が回復してまたゲームに参加できます。でその間あのサーバー側がプレイヤーにそのフィールドの塗り情報であったり、あと味方のチームの位置も分かるんですね。そういった、味方のチームの位置とかも、サーバー側が、教えています。で、ゲームが始まってから、今5分経つと、サーバー側から試合の結果が送られてきます。でこのようにどっちのチームがどれぐらいの割合に塗って勝ったというのが、表示されます。でこれでゲームが終了となります。でその他の仕様なんですが、この、画面外に行ってしまったときはこのように警告が出てきて、まあ、戻ってくれというように教えてもらいます。それから、最適な例ですね。このさっき撮ってたこの天の川周辺でゲームを始めると自動的にこっちのエリアになりますし、これ僕の家なんですけれども、ここら辺で始めると、まあ、自動的にこう天久保のトロになって、これはサーバー側であらかじめそのエリアをいくつか指定してあるので、その中から自動的に最適なエリアを選ぶようになっております。で、あのもし通信が途中で途切れてしまった場合でも、そのリロードしてもらえばまた途中の状態からちゃんと参加できるようになっております。それでは今後の、展望です。まだマップが、2つ、3つしかないということなので、もっとマップの数を増やせば、またマップの、大きさを広げれば、全国どこでもバトルが可能になるということで、まだまだ未来はあるゲームです。また SNS と連携することで、まあ、試合、どんな試合やったねとかっていうダイジェストをアップロードすることで、まあ、広まりますし、アカウントのアイコン、まあ、Facebook なり Twitter なりアカウントのアイコンや名前を使っていくことで、あのどんどんあの SNS の人とも距離が近くなるのかなと思います。また、ビジネス展開としては、まあ、広告を出す部分もありますし、スペシャル技などを、追加したりとか、武器の種類を追加したりとか、効果人生にすれば、まあ、ビジネス的には展開するのかなと思います。また、まあ、イベント開催とかも、容易なゲームではありますので、まあ、末永く、プレイしてもらえるような、ゲームになるんじゃないかなと思います。以上で終わります。ありがとうございました。